続いて大阪出身の私石田恵美が秋田に来て見つけたこれ何をご紹介する石田恵美のこれ何なんです。よろしくお願いします。さあ今日はね、風花さんにぴったりの何なんやと思うんですけども、こちらの写真ご覧ください。お、朝ラーって何なんです。あのね、朝ラーっていう言葉秋田に来て初めて聞いて、おろ、朝ラーやってる店めちゃくちゃ多くないですか。うん、これ写真は風花さん石川ですね、ですよね。ご存知だと思うんですけど、はい、そう、中通りにあるラーメン屋さん石川さんなんですけど、ここも朝7時からやってるんですよ。やってますね。意味わかんなくて、でなんなら夜やってないんですよね。夜たまにしかやってないですよね。たまにその夜の部っていうので営業してるんですけど、もうラーメンって夜食べるものだと私は思ってたので、そう、夜食べるもの、いつだ、え、朝なの。え、まあまあ昼がメインで朝も行けたら朝もみたいな。え、ちょっと待って、あ、そうなんだ。私はね、なんか夜仕事終わりにサクッと食べに行くなんかイメージ。そうですか。いつ、うん、違う、え、ね、昼ですね。あ、そっかそっかそっか、うん、だからなんか逆に夜やってなくて、うん、夜やってないってどういうことってびっくりしたんですけど。そうなんだ。で、朝に需要があるってことですよね。朝やってるってことは。そうです、そうです。朝ラーもでも結構本当最近秋田もいろんなお店でやるようになったなって思いますね。特になんかコロナ禍とか結構朝ラー始める人っていうかお店多いなみたいな。なんかもともと多分山形とかあっちの方もそう朝ラー文化があるんですよね。それがこう流れてきた感じじゃないですか。え、朝ラーってどういうタイミングでどういう人が行くんですか。え、飲んだ次の日とか。じゃなんか朝まで飲んで朝ラー、うどん食べて帰ろうみたいな感じじゃなく、いやさすがにオールではないですけど、まあ夜飲んで、一回お家に帰って、はい、でもまあ朝、まあ、ちょっとこうまだスイッチ入ってない時に朝ラー食べて元気出すかみたいな。え、なんか朝ごはん食べて元気出すかは分かるんですけど、そこでラーメンを選ぶんですね、秋田の方は。もうより特別なね、やっぱラーメンを、朝ラーメン食べたらどうなるんですか。え、もう一日元気に過ごしてます。めっちゃパワフルなワンデーになります。はい、風花さんもじゃあ朝ラー経験は。あります、あります。しかも夜一緒にご飯食べてた人と、うん、はい、朝その朝ラーのお店でまた会うみたいなことも結構ありますよ。そんなに朝ラーでばったり会うことが。そうだ、行くんですね皆さんね。なんか私はこうてっきり夜勤の仕事されてる方が仕事終わりに、なんか私の夜ご飯感覚で仕事終わりになんか食べて疲れたからなんかカロリーあるもの食べたいみたいな感じだと思ったんですけど、そういう方も多分いらっしゃると思います。まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、でもほらなんか旅先とかでラーメンすごい好きだと、もうその昼とかの一杯じゃ満足できないというか、もっと食べたいこの土地のラーメンをってなった時に、朝とかやってくれてると朝一杯食べて、でちょっと観光して昼も一杯食べてみたいな。そっか、朝から食べたら3種類食べられますよね。そうそうそう、夜も食べれますからね。ってそもそもラーメン屋さん多いですよね。多いと思います。ラーメン好きですよね。ラーメンのレベル高いと思いますよ、秋田は。私ね、あんまりラーメン日常食べないんですけど。そうですか。多いなって思います。いや特にその朝ラーやってるお店は、うん、そのランチメニューとまた違うラーメンとかを出してくれてたりするので、その朝限定のちょっとこうあっさりとしたラーメンとかが食べれるってなるとすごい行きたいってなりますからね。朝ラー限定メニューまであるんだ。あります、あります。本気でやってますねラーメン屋さん。いや本当ですよ。来るんでしょう、それほどね人が。風花さんのおすすめ朝ラーどこですか。私は店名出しちゃいますけど、うん、同じこのアルベと同じ東通りにあります、はい、東市、東市って書く、はい、鶏ガラを使ったラーメン屋さんがあるんですけど、そこは朝6時からやってます。早っ、はい、6時から食べる人いますか。でもやってるってことは
お客さん来るんですよね。そう、そこもやっぱ夜やってないので、その朝6時から、ランチの3時まで通し営業でやってるので、うんうん、はい、まあ、その朝の時間だったらもう何時でも行けるんですけどね。いや、美味しいですよ。いや、もう秋田の方がめっちゃラーメン好きだということを分かりました。はい、ぜひ朝ラー食べ歩きしてみてください。朝ラーはしご？うん。いけるかな、私のお腹気合い入れて、一回やってみてください。あ、でもね、ちょっと6時にラーメン食べたらどんな1日になるのかやってみたいと思いますし、そこでどんな人に出会えるのかも気になりますね。はいはいはい、ちょっと朝ラー近いうちに経験してまた報告したいと思います。はい、さあ、ではここで大阪弁クイズ。はい、まあ、最近ね、当てられまくってるので、はい、ちょっとね、私、上品な私はあまり使わない言葉なんですけども、何でしょう、今日ご紹介する大阪弁はこちら、ドタマ。何？ドタマです。あ、ドタマゲタ。いいですね、違いますけど。めちゃめちゃびっくりしたみたいな。違うんですね。例文は、例文は、あ、でもそっか、悪い言葉。それ放送していい言葉ですか？放送しても大丈夫、大丈夫、もちろん。例文使わないですよ、使わないんですけど、はい、お前ドタマかち割ったろか。放送していいのそれ。ダメだった。ドタマ、それ男性に対して言うみたいな。違います。違います。誰でもいい。なんだ、勝ち割ったら。それやばいですね。ドタマ勝ち割る、うん、頭かな。お、正解。お、危なかったですね、今。そう、頭をちょっときつく相手を罵る感じで言うとドタマになるんですよ。例えばアホっていうのもドアホみたいにどうつけてると、ちょっとなんか嫌な感じで怖い感じになるんですよね。へー、ドアホとか、なんかその服どぎついなとか、ちょっと派手な時きついねじゃなくてどぎついなみたいな、どうつけてちょっと喧嘩っぽくするド頭なので、あの、お前の頭は、お前のド頭はどこにあるみたいな感じは言わないんですよ。そのハッピーな時にド頭は使わない。はあ、なるほど。まあ、ちょっと喧嘩越しの時にっていう。ド頭悪いなみたいな。あ、おめ、あ、言うかな、言うのかもしれない。ちょっと私あまりそういうの使わないんで分かんないんですけど、分かんないんですけども、ドタマいいですねとは言わないってことね。言わないっていう。ドタマ勝ち割ったのかっていうのが、あの、定型文みたいな感じですね。あ、よかった、ちょっと放送できるワードでよかったです。今ちょっと私もドキッとしました。変なこと言ったかなと思って。大丈夫です、大丈夫です。いや、正解しました、うん、よかった。はい、じゃ あいいですか、今日は行きます、行きましょうか。はい、はい、秋田弁クイズ、イエイ。最近ありがとうございます。はい、じゃあもう早速いきましょうか。はい、今日ちょっと簡単かもしれない。はい、こちらです。しょし、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 あと1分です、あと1分です。さあ、絞り出してください、あゆみさん。聞いたことはないですか？ないです。しょしなみたいな、しょしな、うん、私みたいな、しょし、なんとかでござるみたいな。違う。しょし、かっこいい。あ、そいだばしょしみたいな。そいだばしょし、わからない。そいだばしょし、よし、しょし、しょしがり、しょしがり、しょしがり、はい、暑がり、寒がり、しょし、寒い、今30秒前。しょしいな、しょしいな、しょしいな、出ないかな。性格、性格、はい、正解は恥ずかしい。うわ、出た、この秋田弁の全くこうかすってない、一生出ないやつ。しょしな、恥ずかしいな、恥ずかしがり屋をしょしがりさんだねみたいな言います。なんでしょしなのよ。なんで、うん、そこは分かんないです。看護の日、部屋、今週土曜日です。看護ちゃんも来ます。